こんにちは、小石郎です。今日は小夜の中山、夜泣き石、子育て飴小泉屋さんの前にいます。この小泉屋さんの裏に、夜泣き石がいらっしゃるので、早速行ってみたいと思います。この階段を登っていきます。すごく清々しい場所なのでノーカットでお送りします。階段などの、画面の揺れなどは、片腕の障害者の撮影として、ご理解ください。よろしくお願いします。
たいと思います。夜泣き石さん、またお邪魔しました。夜泣き石さん、ありがとうございます。小泉屋さんの方に戻ります。夜泣き石さんが放つパワーなのか、癒しの空間、すごくパワーを感じましたね。パワースポットですね。